昨日さ10時には起きようと思ったの。寝たの3時ぐらいで。そう、それで10時には起きようと思ったのに起きたの11時で、すごいラブが飛んでる。ありがとうございます。明日はさ、ショールームいつやろうっていう感じ。結構明日早いんだよね。明後日が1000回です、配信忘れちゃったから私が1回。明日ちょっと待って、新幹線じゃない、時間調べる、集合時間。ちょっとね、調べてスクショした気がする。あ、消したんだ私。そう、もう少しで1000日なんですよ。これだでしょ。これか、これだな。最後ちょっとこれだな。いや5時だな。やるとしたら、やるとしたらガチめに5時。ガチめに5時。朝やるとしたら5時かな。でも5時には起きてないといけなくて、どっちにしろ。そう。皆さん、もし5時からやるってなった時起きれます？ガチめに5時なんよな。そう、起きれますってか、あの、全然寝ててもいいんですよ。あの、起きてるよーっていう人だけだったらいいんですけど。全然見れる人で、起きてる人で全然大丈夫で。5時だな。5時配信に挑戦しよう。移動時間で寝ればいいか、私はね。起きれるか心配だ。寝たら金沢。白鷹に乗ればね。白鷹に乗れば。浅間だったら長野までじゃない？そうだっけ。
そう、浅間だったら長野までだけど、白鷹に乗っちゃったら間違えて時乗るなよ。まあ確かにね。でも時乗ったところで、ね、高崎で降りれば乗り換えでどうにかなる。それ以降は降りたらちょっとダメだけど。ね、私が乗る新幹線は浅間だったらいいな。なが、うん？新潟帰るのに 谷川乗りました。やば、それあれじゃない、あの上越ぐらいまでしか行かないでしょ。本当に。輝きってなんだ。長野と一番早いのは輝き。輝きだとどこまで行くの？私全然分かってない。うん、金沢まで行くんだ。私が乗るやつは一体何なんだ。これスクショしといて。大宮出たら長野まで止まらないやつ。輝きいいじゃん。輝きだったらいいな。これ調べてさ、言わないようにしないとね。言ったらもうバレちゃうから。あ、出ませんでした名前。調べたところで出ませんでした。とりあえずまあまあまあって感じで。輝きは全車指定席だったっけ。あ、そうなんだ。もうさ、今日はさ、もうなんかお部屋をきれいにしようと思ったら逆に散らかしちゃったんですけど。逆に散らかってる、どうしよう。どうしよう、本当に。そうなんですよ、散らかってるんです。散らかっちゃった。まだまだ片付けられない、減られてないですね。全然、もう全然です。全然です。舞台終わるまでそのままかなって。なんかね、ケースが欲しいんですよね、いろいろ。ケース買ってやんなきゃいけないんですけど、全然ケース買えてないし。っていうので、ね、洗濯もしなくちゃいけない。はっはっ、大変だ。でも最近ね、ちょっと自分でやってることがあって、やってることっていうか、あ、いいなこれって思ったのが、スタバでタンブラー持ってくんですよ。なんかいつもね、なんかカップのやつをやってたんですけど、行って何も持ってかなかったのだけど、タンブラー持ってったらめっちゃずっとあったかいの。え、こんなにあったかいんだって思って、おいらも洗濯しなければしてください、
来てください。そう、福袋でもらったタンブラー。あ、でなんか福袋さ、皆さんなんかツーショットとか当たり始めてるみたいでね。そう、私もねスタバで当たったものをね有効活用しています。何も当たりませんでしたって残念。そういう時もあるさはい、ね、親も片付けなきゃ。すごいキラ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 、ありがとうございます。チカナス卒業した後しか使えませんだって、残念まあね、スイスイしてください。いやでも今日なんかすごい稽古中頭痛くなっちゃってやばいと思って、こうやってさやったりさして帰りさ薬飲んだらもう生き返った帰り生き返りました。効きました、薬が。今日はツーショット撮れました。いやもうなんか今日はそういう感じじゃなかったです。もうみんなでわーってなってたわーってなってた。今日全員いなかったからね、全員というか、こんばんは、明日はじゃあ5時配信を目指してでも起きないとねやばいんだよな、どっちにしろ。どっちにしろ起きないとねやばいんですよ。とりあえず準備をしようか。このね、捨て干し、捨て干しなんてしなくていいよ。捨て干しなんてしなくていいよ。とりあえずこの辺にあるものをちょっと片付けます。でね、今日ね私ね、もうなんでかわかんないの本当に。もう何も考えてなかったんだろうね。今日起きて。で一回その出かけたんですよ、買い物しに行って。でその時の服装がニットにデニムだったんですよ、まあ、それはいいじゃないですか、ニットにデニムで。なんかそのまんまでいたからかわかんないんですけど、もう何も考えずにそのまま出ちゃって、稽古に向かっちゃって、着いた時にはぁ、やばい、私今ニットとデニムだって思って、やばいって思ってなんか着いた瞬間もう服屋探してユニクロと GU 探して行って、この T シャツとこの何運動着みたいなジャージも買いました本当に何を私は考えていたのかわからないんですけど、そのまんま家を出ちゃってニットとデニムできちゃったからダメだって思って、本当現地調達しました。現地で本当にびっくりしちゃった、私が一番びっくりした私が一番びっくりした、本当に何を考えてたんだろうね。私が本当に一番びっくりしてた。え？って。ちょっと待って。デニム？ニット？みたいな。え？みたいな。もう本当にびっくりしちゃった。本当にね。ダメダメダメって思って。すぐさま探して見つけて、そうだね、
とりあえず明日のね準備をしないといけないので。そうなんですよ。そう。びっくりしちゃった本当に。ねえ、あれ、しっかり者の力さんなんですか。力ちゃんにしては珍しいだって。そう。東京ウォーズのクラファンも達成してた。マジ？すご。ちょっと見るね。すごいね。もう達成したんですか。私はね、参加してないんですけど、クラファンには。すごっ。すごいね。現地調達できてよかったね。ね、本当にそう、本当にそうです。本当によかった、現地調達できて。すごいね。全身黒なんですけど今黒色です。だから見て、もうここにさ、もう見て、ユニクロでエコバッグまで買いました , 笑っちゃう。さあ、この散らかった部屋をどうにかしないといけないんです。私がいけないんですけど、スタッフの方ですか。そうなんですよ、本当にそんな感じ本当にそんな感じ。いや、しかもさ、昨日さ12時ぐらいかな、なんか届いてた荷物を開封して組み立ててたんですよ組み立ててて、なんかずっとね使ってたその衣装ケースみたいなのがもうなんかおさらばしようかなって思ってて、自分でちょっとなんかもう、こう重さで上に乗っけてたから、こうやってちょっとねこうへこんでたりしてて、うん、もうおさらばしようかなって思って、でなんかズボンのラックを買ったんですよ。それが届いててずっと放置してあったんで、ちょっと組み立てようかなって思って、もう夜中にさキッキッキッってねじ回してさ作っててさ、でなんかズボンとかでってさやってたらさ、いつの間にか3時ぐらいになってて。そうなんですよ。こんばんは。いつの間にか時間が経ってました。はい、こんばんは。ちょっとね、どうにかしないと、レシートだらけだ。手痛くなりませんでした。ならない。今日は何時に寝るん？12時までには寝たいかな。でも準備して寝た後、ちょっと部屋をちょっとだけ片付けたい。ちょっとだけ部屋を片付けたい思い立つの大体夜中なの。そうなんですよ、なんか夜中に本気出しちゃう。よし
やっちゃおうってなんか夜中にね、ねえ、なんか目覚めてしまうんですよ私。とりあえず配信終わったらお風呂にバッて入ってかな。そう、オールにならないよね。もうオールにはならない。明日は栄養ドリンク買う絶対オールにはしない。で、洗い物もしないといけない。洗い物、洗い物して、ゴミをまとめてっていろいろやんなきゃいけない。やばいね、やばいね。もう見せらんないもんここ本当は足の踏み場がないはい、父ちゃん目覚まし頼んでおかないと。父ちゃん目覚まし頼まない。今からちょっとアラーム設定しとこう。5時でしょ。だから明日はお風呂、お風呂掃除今日してないんですよ。お風呂掃除してから寝たいから5時配信でしょ。まあ多分5時5分ぐらいから配信すると思います。多分やばい、8時にアラームかかってるよ。ダメダメ、8時になんかアラームかけたらもうダメです、ダメです。もう手遅れ。とりあえず4時半からずっと鳴らしとけば起きるっしょ。よし、 OK お父さん配信見てるかな。だって、あ、見てますね、見てますね。 LINE が来ました、お父さんからお父さんから LINE が来ました。そして明日ね、使うコスメをちょっとまとめておこうね。いやー、どうしようかな。なんかさー、そろそろ新しいハイライトをゲットしたいところなんですよ。なんかね、舞台のさ、撮影なんだっけ、ビジュアル撮影とかしてると絶対置いてあるのがディオールの4色パレットのハイライトなんですよ。絶対使うの。そんなにいいのかなって思っちゃうんですよね。でもめっちゃ可愛いんだよ、発色が。でもまた分かんない話しちゃったね、ごめんね。もうずっと気になってるんだよね。めっちゃ高いんだけど、とりあえずしてかり防止下地っていると思う。これは持っていきたい、はい、いやー、コントロールカラーベースいるかな。うーん、一応持ってかなくていいか。ちょっと持ってかなくていいことにしとこう。極限に荷物を減らしていこうと思います。とりあえずメイクのお尻のものさえ入ってればいける。待って、だったらさ、ハイライトも、マジ
で？お姉ちゃん持ってんの？貸して。いつ借りるんだよって話だよね。いいなぁ。これはいらない。これは持ってっとこうかな。あ、でもはい、はい、誰かいいや、代わりになる。最近パウダーをよく使うようになりました。でもなんかパウダーいっぱいあるんですよ。めっちゃパウダーあって、デコルテとかもあって、なんかパウダー使うようになったんですよね。わかんない、一時的かもしんないんだけど。星もらいに来ました。どうぞどうぞもらってってください。やばい、なんか入らないんですけど入らないんですけど、どうやって入れたらいいの。こっちはちょっとなんかこう薄いものにしとく。どうやって入れてたんだろう私。こんばんは。なんかほんとパズルみたい、パズルみたいに入れてるこのメイクポーチの中。なんとか入りそうだよ。入りそうっていうか入れてる、突っ込んでる。頑張って頑張って、本当にもうパズルのようにもう必死に詰め込んでます。よしよしよし、いい感じいい感じいい感じだぞ、いい感じだぞ。よいしょ。え、いいんじゃないいいんじゃない。あ、なんかちょっと隙間できちゃったな。ここだな。おおお、もっと、これでどうだ。ちゃんと閉まってるのよ。もうコントロールカラーベースとかも全部置いてってるからねいっかっていう。きた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 。これそしてちょっとこのさ床に置いちゃったこれらをよっこらせ、こっち側にちょっと避難、避難というか、やばい、このいいよ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 、来てるよ、あのちゃん来てるよ。どれ、こうだね、いいじゃんいいじゃんいいじゃんすごい一人でノリノリ。いいじゃんいいじゃん、来てるよ来てるよ来てるよ、持っていこうねこれね。いいよいいよ、持ってって歯ブラシ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 、よいしょよいしょよいしょ。え、めちゃ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 いい感じ、いけるいける。明日持っていくの忘れない、ほんとそれほんとそれ。とりあえずこういう荷物をまとめておけば大丈夫。おこう、あ、多分いらないレシート、いらないレシート、こっち。おっしゃ入ったぜ。で問題はどのバッグに入れていくかなんですよ。やっぱでかいバッグかな。
あ、あのバッグないかな。変なテンションになってきた。もう入ったよ。いよいよ。いよいよ。部屋も綺麗にしないといけないから。ほんと変なテンションになってきた。こんばんは。お風呂を落としてる間にちょっと洗い物をするかね。最近でも iPad 大活躍してるんですよ。忘れ物は現地調達。いやーできない。いやーできない。だからなんかちっちゃい、私でかい iPad しかなくて、ちっちゃい iPad あった方がいいのかななんて思ったりもしてるんですよね。マジでなんかこんなに iPad を配信以外で使うとは思わなかった。いつもさ配信しかさ iPad ってなかなか使わなくて、すごいよね。 Amazon タブレット、なんだそれ。軽井沢まで来ましたって。寒いぞ。携帯やめて、なんちゃら iPad にするか。なんですかそれ。iPad mini はいいよ。え、みんな言うよね、 iPad mini。 そう、台本とかで使うというか、台本紙でもらってたんだけど、なんか iPad、 あとなんかちょっとこうやったりするとき、そう、ペンシル、 Apple ペンシルじゃないんだけど、で書いたりとかしてるから、ペンでいろいろ書いたり。iPad でアニメ見まくってる。まあ、iPad でアニメ見たりもするんだけどね、私は。でも家で使うことが多かったんだけど、外で使うことも多くなりました。会社並みに iPad 使ってる。あ、会社？社会社員。会社員か。会社員並みに。でもそこまでなんかカタカタしてるわけじゃないんですけど、どっちかっていうとペン使ってべってやってる。でもこう、ちゃんと打てるようになりない。言えない。なりたい。フリーウェイとかで使ってなかったの。フリーウェイは基本的に携帯ですね。携帯でっていう感じでしたね。うん。まあ、だんだんね、揃えていけたらいいですね。だんだんにね、揃えていきましょうや。ペンシルはちょっと充電しないとそろそろやばそうな気もするんですよね。お守りも持ってって、あと最近のど飴を持ち歩くようになった。もうなんかすっごいこれ私がコロナになった時にもらったのど飴なんですけど、賞味期限大丈夫ですよ。もうそうなんですよね。え、龍角散のど飴。そうだ、忘れ物しないようにしないとね。これも持ってって、まだ持ってるんですよ結構ね。あともうこやつがすごい愛用してます。私これが本当にケーブルなくても充電できて、薄型だし大容量だからめちゃめちゃ愛用してる。傘もね、みんな明日傘持ってっとこうね。雨降るかもしれないから。
賞味期限全然大丈夫でした。これをこうしてこうしてと、そう、傘持ってってね、みんな忘れちゃダメだからね。城山動物園イコール雨だって。雨高い？雨率でもなんかカンカンに晴れてる時ってあんまなかったよね。よいしょ。配信じゃなくてもこのくらい喋ってそう。どういうこと？どういうこと？どういうことです？あ、これゴミゴミゴミ。あ、一人でいる時ってこと？さすがにさ、こんなにベラベラは喋ってないよ。もう喋ってるけど、喋ってる時もあるけど、ベラ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 は喋ってない。桜咲いてた時は晴れてた時もあった。あー、確かに確かにね。もう作業配信ですけどね今。もう近くにユニクロと GU があってよかったよ。ほんとなんで私ニットとデニムできたんだろうね。バカだよね、バカだよ本当に。雨女？雨女誰だろうね。私かな。私雨女？雨女は嫌だよ。雨女は嫌だよ私。雨女はやだよ。雨男がいるんじゃない？雨男がいるんだよきっと。お話し会ってさ、アプリとか準備いる？え？アプリ？わかんない。アプリじゃなかった気がする。なんか URL 送られてきてじゃなかったっけ？あれ？私はねそこまでちょっと分からなくて、参加方法って書いてありませんでしたから。じゃあこれはこっちでいいや。ブラウザでできるって。多分ね参加方法とかいろいろ書いてあるから見た方がいいかも、もしあれだったら。すっごいもうこのまんま行っちゃった、寝癖のまんま。まあいっか。はい、まあいっか。なんかラインがすごい。もう今日も家族 LINE が元気です。字を読みたくない病なんですよね。そこは気合で読んでいただいて。気合で読んでいただいて。切れるかな、ちょっとそれが心配です。キラキラーキラキラーってしてる。
なんかさ、私なんでかわかんないんだけど、だいたいね、そのなんか不思議なことがあって、終わったドラマにハマることが多いんですよ。その時見るんじゃなくって、終わってからハマる。わかるかな。なんかね、終わってからハマるんですよ私。なんでかわかんないんだけど、そう、話題になってる時とかって見なくって、私終わってからどうやって見てるの。なんか大体1話は無料じゃん。第1話は無料で、それを見て、面白いって思ってそっから見たりしちゃうんですよね。そう、今見てるのって、そうなんだよ。リアルタイムではもう何も見ないですね。ドラマとか私今何やってるかわからないんですよ。見ないの、本当に見なくって。だからこの間は誰が好きとかじゃないの、ドラマって。なんか流れで、面白そうって思って見たやつが、なんだっけ、いやもう忘れちゃった名前。あのさ、花だっけ、花、わかんない、花でちょっとわかるし、すいません、花なんちゃら花、雪降ってる？マジ？寒いよ。花、じゃあ先に花が来るの。花、なんかね、学校のやつ。花。わかんない。それを見て、面白いって思ったら、それがなんか、花より団子？いやもう花壇の、そう、花の地晴れ、それです、それそれがなんか花壇の続編みたいな言われてて、そうなんだって見始めてから知って、そうなんだってで、それ見てたら花壇見たくなっちゃって、でも途中までしか見てないんですけど見てっていう感じだったんですよね。だから別にその時話題になってる時に好きとかなんか見るとかじゃなくて、本当にブームが過ぎてから見るようになっちゃって、私だから今東京 MER を見てます本当に遅れてる私、もう何年前のやつを見てるんだって感じだよね。東京 MER は2021年の放送のやつなんですけどそうなんですよ、見始めてて、なんか1話見たら、なんだこの面白いなって思ってどうしよう、それがちょっとね自分の中での悩みです。推しぶどうのドラマはもうなんかね、なんかちょこちょこ見てたって感じ、 TVer で。最後までは見てないです。そうなんですよ、そうなんですよね。え、 MER 面白いよね。私今5話だかまで見てて、昨日作業しながら見てたのお風呂に入りながら見て、でなんか組み立てながらとか掃除しながら見て
今日も移動中見ながら来ました。そうそうなんですよ。だから全然なんかその時話題になってるもの見ないんですよね。あれもそうなの、なんだっけ、あのさ、なんだっけ、あーってかお姉ちゃんの、お姉ちゃんがめっちゃ好きなさ、こいつず、こいつずもお姉ちゃんがハマってる時全然見てなくて、そう面白いの、って思ってたの。でもなんか本当にそれが2年ぐらい経ってから見始めたら、何面白いって思って見てみたいな、お姉ちゃんに見始めたら遅っそうって言われたんだけど。そうなの、ほんとちょっとね遅いんですよ私の。ラブライブとかもそうだったの。ラブライブ私が中学の時に流行ってたんだけど見てなくって、私が高校生になってから見始めたら、なんだこの面白いのはって思ってラブライブ見始めて、ブーム過ぎてから見る人なんですよね。なんか多分周りのそのブームに乗りたくなくて乗って見てるとか多分嫌なんだよね。だからその何、みんながハマる前に見るかブームが過ぎた後に見るかって感じですね。虹ヶ崎はちょこっとだけ見てたんですよ、1、2話でもやめちゃった見るの。アニメはブームに乗ってる、いやアニメはブームに乗ってるんじゃなくって世間がうわーってなる前に私が見てるの。私が見てるの。だから私はチェーンソーマン見てない。なんかうわーってなってっから知ったやつも見てないです今。ごめん子さんアピールするけど、だって私ブルーロックはあんなに売れる前には私はもう見てないですか。 あんなに売れる前には、売れる前にちゃんと見てたから私は。それはちょっと伝えたい。そう、私はちゃんと伝えたいの。なんかね、なんかわーってなってから乗るのちょっと嫌だくって私は。すいません、すいません。ハニーレモンソーダとか、あの女神降臨とかもそうですよ。女神降臨とかもされた側のブルーとか全然もうね、なんかねみんながわーってなる前に私は見てるんで、ちゃんとちゃんと見てて。ほらやっぱね、ブリーチはもうとっくのとおり見てます。とっくのとおり見てて、いやマジブルーロックマジおもろいから。そうスパイファミリーもそうだよ。スパイファミリーも私ちゃんと漫画読んでたから、漫画読んでて、そう漫画読んでてだからね、ちゃんと。いや本当にブルーロック面白いからマジで見た方がいい。お父さんにずっと言い続けたの、ブルーロックはそうマジでおもろいから見てって言ってたんだけど、全然見てくれなくって、お父さんブリーチにハマっちゃって全然見てなくって、私がもうずっとしたらやっと見てくれて面白いって言ってくれるんだ。ほら見ろ。ブルーロックはね本当にねどうなっちゃうんだろうと思って、一回ねどこの駅だか忘れちゃった、もう分かんないんだけど、なんか柱にブルーロックのなんか何ポスターっていうの、ステッカーっていうのバーって貼ってあって、って思って、あ、ブルーロックだって思って、かっこいいって思いながら、私は何も写真とか撮らなかったんですけど、いや、ブルーロックはマジ見た方がいいですよ。本当に面白い。まだ、まだ、そんなにね、長くないから、全然見れる。全然見れるから見た方がいい。誰推し？いやー、ちぎりかなー。でもなんかね本当にガチで好きになるのやめようと思ってて、でも昨日さ
ハニーレモンソーダをさ読んだらさあってなって、もう全然間に合うよ、ブルーロック全然間に合う、だってまだ十何話ぐらいじゃない、あれそのうん確かそんなにね100何話とか言ってないから全然見れる、全然見れるから見た方がいいよ、なんなら見てなんなら見てください、あ14話だもん、全然1日で見れる、全然1日で見る、もう1日で見ちゃってください、明日とかね、あの明後日とかね全然見てください、14話までブルーロック出てるの全然見れます、1日あれば全然見れる、本当に1日で見れるくなって30分もないじゃん、あれって大体25分、20分から25分でしょ、でそこからだからだってさ25分でさ14って考えて 25×14 でしょ、アニメね、アニメね、アニメでで350じゃん、なんか割る60でやればもうね6時間あれば全然、あもう全然見れます、全もう見ちゃったからもう、ね、もう見れます、見れます、1日で見れます、余裕です全然余裕、6時間あればもう見れます、見れます、余裕余裕、おもろいからマジ見てほしい、ブルーロックマジおもろいから、ブルーロックは本当に面白いから、本当に面白い、余裕です、朝6時に起きれば12時まで見終わるから見てください、余裕です面白いよ、今から見れば朝配信間に合う、確かにね確かにオールですけど、ちかなちゃんガチのアニオタ感あってめっちゃ好感度上がりましたって、いやでもガチの人はもうもっと詳しいですから、私は何かにガチになるのは、そのねアニメとかにガチになるのはちょっとやめようと思ってるんですよ、そうなんかほどほどの好きでいた方が自分には合ってるなって思って、だからいろんな作品を見るって感じ、いろんな作品を見て、あれあれ面白かったな、これ面白かったなっていう程度ですね、そういろんな作品を見ます、ただなんだろう、スポーツ系が多いかも見るとしたら、うん、スポーツ系かな、スポーツ系と恋愛系ですかね、見るとしたら、なんかあれ五等分の花嫁とかあるじゃないですか、男性が好きそうなそういう感じのは見ないかも、五等分の花嫁とか彼女をお借りしますみたいなあるじゃないですか、ああいうの見ないですね、そうああいうのを見ずに、なんかね初めの一歩とかさブルーロックとかそういう系ですね、ダイヤのエースとか北斗の拳みたいなそう男性目線の恋愛アニメはやっぱり合わないのか、合わないっていうか多分男性目線だからこそキュンキュンしないんだと思う、なんか男性がキュンキュンするようなやつは見てないですね、キュンキュンするやつ見たいんだったらやっぱりこうねハニーレモンソーダとか、そう女神降臨みたいな感じのを見ちゃいますね、そこは多分乙女なんだよ私、おめえみんな一応女だったわ、弱虫ペダル見てますね、弱虫ペダル見てたかな、過去形
一期だかな、どれ最初ら辺見てたんだよね。なんかどんどん追いつけなくなっちゃって見るのやめちゃったってのはある。そんな感じですね。よいしょ。そうなんですよ。だからまあそうだね、そうなんですよ、そうなんですよ、俺終わっちゃったんですけど、なんでなんだろうね。なんか男性目線の恋愛系のものはなんか面白いって思わないかも。なんかあと男性目線のやつってさ、女の子がさもうガチの二次元じゃない？もうなんか男の子の理想な女の子しかいないみたいな、わかる？顔の作りから体の作りまでそんな感じがする。だからなのかも。だからちょっと一歩引いちゃう。でもその女性向けの恋愛系って、まあ、女の子もそうなんだけどさ、多分女の子が好きそうな男性を作るじゃん。だからだと思うよ。あ、フルーツバスケットはもう全部見ました。フルーツバスケットはもう見ました。はい、見させていただきました。少女漫画に出てくる男も男からしたらありえない。まあね、お互いそうなんだよねきっとね。そう。女性目線で見るとこんな女いねえよって思うんだろうね。まあね、そうですよ。こんな女いねえよって思うけど、男性からしたらこんな男いねえよだよ。いやだってさ、ね。なんかさすごい思うのが、体がすごい華奢で細くって、だけどこう何、女性らしい体つきってなかなかないと思うの、人間として思わん？なかなかいないと思うよこの世で。この世でなかなかいないと思うけど、だからなんだと思う。アニメや漫画、現実逃避にもに持ってこい。そうなんですよね。そうなんですよ。だから私は生まれ変わったら二次元で生まれたい。ずっと言ってるけど、私は二次元で生まれたいんです。生まれ変わったら、生まれ変わったら絶対二次元って決めてるの。なかなかいない気がする。細くてでかいの？うん、まあ簡単に言うとね、すごい超ストレートですね。あなた、みんな4005人の方もいらっしゃるのに堂々とコメントする、すごい。そうなんですよ。なかなかいなくない？だってさ、だいたいさ、アニメの基準、アニメとか漫画とか二次元の基準って160未満ぐらいなんですよ。160いくかいかないかぐらい。だから156、156から160前半ぐらい。だから155から165の間ぐらいがだいたい女性じゃないですか。女性のそのアニメの中、アニメとか二次元の中の基本的な身長じゃないですか、ほとんどがね、ヒロインって。それその身長とかであんなにスタイルがいいのはないと思うの。なかなかいなくない？男性が理想にするような感じのってなかなかないと思うんですよ。もうクレナちゃんはもうね、すごいですよね。お台場女学校の人はすごいです。
って考えた時に2次元しかありえないわけよ。2次元しかありえないわけだから、それを3次元のね、難しいよね。気にして見たことなかった。本当私はもうずっとさ、アニメをね見てるからさ、ずっとアニメ漫画、みんなナイスバディすぎる。ほんとそれ、女の子ほんとにそれすごいよね。もちろんその何、恋愛系のさ漫画、少女漫画とか見るとさ、なんかこう修学旅行で海に行きましたってなって、こうなんか女子高生は水着、男子高校生も水着とかになった時にさ、こんなスタイルいい子いないと思わない？男性も女性も高校生だよって思わない？すっごい思ってんの毎回。すげえ、何次元って思いながらすごい思うんですよね。でもその時の恋愛漫画とかのさ、そのねシーンってさ、もうなんかさ、こうこうなるじゃん。あーこの子この人好きなんだとかさ、あーもうってなったりとかさするじゃん。もうずっとそれずっと見てもうキュンキュンしてますね。もうそれずっと変わんないずっと変わんない。二次元いいですよね。二次元見てキュンキュンできるってさ、すごい、なんだろう、ピュアだよね自分で言うのあれだけどね、わかる。何等身なんだろうね。私自分何等身なのかちょっと測ってみたい。久しぶりにキュンキュンしたくなってきたって。ハニーレモンソーダか女神降臨をマジでおすすめします。ハニーレモンソーダはマジでもうねキュンキュンしました。昨日寝る前にさ読んじゃってさ、ってなってもう布団の中で、ね、ってなってました。もうなんだで、カイ君がかっこいいって思って、かっこよかったんですよ本当に。もうみんな聞いてからもうカイ君がさ、もう本当寝る前で見ちゃいけなかった、あれはもういや本当に、ちょっと待って、本当にね、もうね、本当にかっこよかったの。なんかね、もうね、本当このキュンキュン、このキュンキュンした感じを本当にみんなに伝えたい。もう本当にね、すごいですよ。いいなって思っちゃう。うかちゃんになりたい私だってさ。カイ君がさ熱出ちゃってだけど体育祭だったのその日、体育祭だったんだけど熱が出ちゃって出れなくって、でもなんかリレーの時だけ来て39度南部なのに走って1位にしてみたいな、あーマジでかすごくない？でなんか、あこれ私ねすっごいなんかもうねキャーってなったのが、なんか最新じゃないんですけどちょっと更新されてて、それをね見た時もなんかその肝試しをしたらしいんですよ。体育祭終わって肝試ししてて学校でね、でなんかうかちゃんそのこ怖がりというか雲とかそういうの苦手で、なんか雲みたいに出てお化け屋敷で、でもう一人でいたからもう怖かったので、こうなったところにカイ君が来るんですよ。本当に、マジで、ね、なんて言ったと思う？目隠して、はい、大丈夫ですよ。どうしよう、そんなこと言われてみたい。私、カイ君にそんなこと言われてみたくないですか？もう、ね、はぁってなったよね。それをベッドの上で見てたんですよ。布団かぶって。で、何って思って、次のページ、めくったら、
ないんです。やばい、次の木曜日はね、私我慢しなきゃいけないってことでしょ。いやー、もう本当に見てほしい、本当におすすめしますから。もう本当にハニーレモンソーダはもうね、もうね、一話一話にこうキュンキュンが詰め込まれてるんですよ。本当にね、もうね、いや、恋愛系の漫画で一番好きかもしれない、ハニーレモンソーダかなーって思う。一番好きかな。女神降臨もどっちかっていうとその恋愛系の漫画なんですけど、女の子のそのメインが女の子で、そのメイクとかもやったりするから、それも面白いんだけど、もうガチでこうキュンキュンしたいですっていうんだったら、もう絶対ハニーレモンソーダをおすすめします。ということで皆さん本当に読んでください、ハニーレモンソーダ本当におすすめします。もちろんその女神降臨もね、かっこいいですよ、もちろんなのでもう皆さん見てください。私のおすすめの2作品はこちらね、ハニーレモンソーダと女神降臨でございます。実写映画じゃないね、実写映画ね、なんかもう好きすぎて、好きすぎて、そのアニメとか漫画の人がボンって出てきてくれるんだったら嬉しいかも。ブルーロック、ブルーロックもマジで面白いです。ブルーロックも本当に面白いので、もちろんその恋愛漫画とかに興味ないよっていう人はブルーロックとか見てください。本当に面白いです。ドルミちゃん頑張ってるから早く寝てね。そうですね、早く寝ますね22時になって終わりにします。いやでもね、一回でいいからうかちゃんになりたいうかちゃんになりたいですうかちゃんになりたいですね。明日はね、ジョアム動物園でちょっとねイベントがあるので、なんかね、なんか天気が荒れてるというか寒かったりするんで、本当に気をつけてきてくださいね、来る方ね。前夜祭行ってらっしゃいませ。私はこれからお風呂入って洗濯と掃除としないといけません洗濯も溜まっちゃってるからね、ちょっと回しておきたい。雪は明け方までの予報だって。マジ雪か、いやすごいマッハで喋ったな、マジで高速で喋った早起きなのに頑張ってたってありがとう、頑張ります。今世紀最大の寒気です。寒気、寒波、寒いってことですよね。ヒートテック着てこ冬の動物園って行ったことないかも。私どうだろう、去年1月とかって言ってたっけ。神が来てる、ありがとうございます。かなちゃんのガチな感じが伝わって楽しかったです。よかったです。カイロね、カイロ持ってっとこう、私もカイロ持ってこう、忘れないようにしないと。雪が凍ってませんようにだって。さすがいないんじゃない。でもさ、シュン君とドレミちゃん寒そうだよね、ペンギンも寒そう、レンとか。でもめちゃめちゃ久々だからすごい嬉しいね。パスカル、パスカルだよね、大丈夫かな。カメレオン、カメレオン寒いの苦手だからね。
パスカルね、パスカルあったかいところにいますから。マジで可愛かった、パスカル大好き。メゴちゃん抱っこしてあげてだってね。メゴ、メゴ元気かね、いっぱいご飯食べてるかな、仲良くしてるかな。卒業後もお仕事で長野来てほしいな、だってね。お仕事ねしたいです、長野で。アップルちゃんが引っ越ししてから行ってない。確かにアップルちゃん見てないな。意外とストーブは完備されてる。そうなんですよ、あのカメレオンのところってストーブ完備されててあったかいんですよね。私もね一回わーって思って見てたら、中入ってみますかって言われて、いいんですかって言って中入ってパスカルたちを見てましたね。めちゃめちゃあったかいところで過ごしてました。大使見習いの教育してきてください、だって。動物に愛があればね、もう大好きすぎる。チンチラも可愛いのよ、チンチラ可愛いんだよね。もうさ、本当に動物が好きすぎて、だからずっとね見てたら、チンチラとかのいるところもなんか入って見てみますかって言われて入ってみ見たこともあります。チンチラ起きてるかな、確かに。でも私ね、なんか入った時起きてて、なんかめっちゃ走り回ってましたね。もちろんなんか警戒されてたっていうのもあるんですけど。そう、めちゃめちゃ可愛いです、動物大好き。私は早くリスに好かれたいですリス、なんかさ、ジャム動物園さんのさ、ツイッターとかインスタとか見てるとさ、めちゃめちゃリス寄ってきてるじゃん。まあそりゃさ、ねえ、ねえ、動物園のね方だからだと思うんですけど、すごいってなんか羨ましいですね。私もなんかね、ねえ、ねえリスに寄ってきてもらいたいですね。でもほんと寒いだろうから、あったかい格好してきてね。そう、くるみの音で寄ってきます。リス園に入ってみたい。あー、そっか、コロナ禍だからね、リス園ね入れないんだよね。もうめっちゃ可愛いですよ、リスがいっぱいいて、まあなんか人がねいるとなかなか寄ってこないけど、クルミの音をねさせると寄ってきてくれる。めちゃめちゃ可愛い、めちゃめちゃ可愛い。あとお猿さんのところ入った。お猿さん、なんかめちゃめちゃ可愛かったです。バナナあげたよ私。そう、めっちゃ可愛かったです。名前忘れちゃった、なんちゃらタヌキ柄みたいな感じ、タヌキじゃないけど、なんかそう、めっちゃ可愛かったですね。バナナ持った瞬間めちゃめちゃ寄ってきたよ、すごかったすごかった、バナナすごい好きなんだなって思ってそう、可愛かったですね、めちゃめちゃ可愛かった。いやー、ドレミとシュンに会えるの楽しみです。ということで、ちょっとね10時になったので、壇上読んで終わりにします。はい、13位ナチュラルさん、13位ナチュラルさん、12位タッチン、32位タッチン、31位カブさん、11位カブさん、
10位ヨシキさん、10位ヨシキさん、9位パンダのテオさん、9位パンダのテオさん、8位マイクさん、8位マイクさん、7位ハブトゥーセーブさん、7位ハブトゥーセーブさん、6位ミーさん、6位ミーさん、5位ナリスタさん、5位ナリスタさん、4位、ディエマさん、4位ディエマさん、3位リナオさん、3位リナオさん、2位ペンギンさん、2位ペンギンさん、1位サットオツカさん、1位サットオツカさん、ありがとうございます。ということで明日はね、ジョヤマ動物園でのイベントです。で明日ね5時から配信予定なので、朝の全然寝てて大丈夫です。私は準備しながら配信しますので、いや、できたら1時間メイクしたいなって感じでもね、全然寝てて大丈夫、本当に本当に一人でなんか黙ってメイクしてるかもしれないけど。はい、ということでね、終わりにしたいと思います。ではでは、ありがとうございました。また会いましょう。ルームバイバーイ、おやすみ、またねー。